はい、皆様こんにちは。函館ワイオマ南口商館です。まあ、こんにちはと言いましょうか、まあ、無事本日の営業も終わり、まあ、こんばんはに近い感じなんですけども、まだ日が高いのでね、まあ、こんにちはと言わせていただきました。まあ、どうでもいいですけどもはい、本日のお客様はですね、ちょっと我々老夫婦でも、結婚当時はね、結婚その時に忙しかったので満足に写真も撮ってなかったんですよと、だから、ね、記念に写真をと思って来ました。勇気を持ってどうやら来たようですね。ですので本当にそういうお客様がとても多いので、何も緊張なさらずに、本当に来てみたい衣装をぜひ着てみてくださいというふうにご提案しました。そうしましたら、本当はお母様はウェディングドレスを着てみたかったそうなんですけれども、そこでね、ちょっと息子さんが来て、マジ白いドレスはちょっと勘弁みたいな感じになって、そしたら第二候補の赤い矢がすりのですね、あれからさんスタイルになったんですけれども、はい、そこで、息子さんの立場からすると、まあ、私にも母親がいたんですけれども、まあ、今は他界してもう10年以上経つんですが、はい、女性はね、まあ、息子さんの気持ちも分かるんですけども、女性はやはりウェディングドレスに憧れがあるそうです。女性のお客様の声を聞かせていただきました。ですのでね、ちょっと息子としてはちょっと母親のそういう姿見るの照れくさいなと思うかもしれませんけれども、ぜひお母様のね、そういうやってみたいという思いを、夢を叶えてほしいなと思います。あなたのその一言でもしかしたら緊張することもあります。ですのでね、ぜひちょっとと思ってもやってみたらいいんじゃないという声をかけていただくのも、それも親孝行だと思います。はい、やれるうちに思い残すことなく、いろいろ楽しい思いをさせてあげてみてはというふうに思いました。まあ、参考になればと思います。それではまたお会いしましょう。函館ワイオマ南口商館でした。